はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、 VIOFO ビオフォさんのですね A129DIO というですねドライブレコーダーを購入しましたので、その検証をしていきたいと思います。まずは開封動画ですけども、このようにですね、いろんな機能があります。まず開封していきたいと思います。サイドはこのような感じでですね、機能がですね、詳細に記されたような形の箱になっております。箱をですね、スライドさせますと、かなりですね、頑丈な厚紙で作られたような箱になっております。重みがですね、結構ありますね。で、開けていきたいと思います。こんな形でですね、フロントカメラの本体ですね、あとリアカメラの本体が収納されています。本体のフロントカメラの方ですけどね、非常にコンパクトでですね、両面テープも最初からついてますので、ここにあとカメラがですね、上下できると調整ができるということですね。 USB の端子とマイクロ SD の挿入口とマイクですね、こんな形になっております。で、本体の方はですね、独立した受け台みたいのがありましてですね、スライドさせるとスパッと取れるような形になっておりますので、で、カメラに取り付けた車に取り付けた時にですね、そのまま本体を外して持って帰ることができるというメリットもあります。反対でしたね。で、続きましてリアカメラの方を見ていきたいと思います。リアカメラは一体式で、そのままそれが外れることはありませんので、角度調整とあるいは USB の端子があります。さあ、中身の方を見ていきます。こんな案内と、あとユーザーマニュアルですね。これはですね、日本語表記のが全くなくって、全部英語で書かれております。まあ、ですがですね、大手さんのよくあるドライブレコーダーの仕様とほぼ一緒だと思いますので、なんとかこのあたりはですね、ちょっとメーカーさんの方にもちょっと聞いてみたいと思う、販売店さんの方にもですね、ちょっと聞いてみたいと思いますけども、日本語表記 の説明書とかが入手できるかどうかですね、聞いてみたいと思います。で、ケーブル類ですけども、これがフロントカメラとリアカメラをつなぐケーブルですね。どうやらそういう感じですね。で、あとはこれはフロントカメラを使うつなぐためのケーブルですね。シガーライターケーブルもついております。で、これはですね、多分本体を単体で使う時のですね、USB ケーブルと取り付け金具と、それから両面テープのスペアで、今回ですね、これが入っていたのでですね、もう取り付けることが簡単だったので、これはですね、あると便利だった一つの部品だと思います。
で SD カードですけども250GB まであのサポートしてるそうなので、まあ、手持ちにあった 256GB を、まあ、あの挿しました。やはりですね、まあ、あの直感的に分かることは分かるんですけども、細かな設定ですね、それらに関しましてはちょっと私の語学力では全てあのご説明できることができませんので、あの、まあ、あの直感的にあの分かるようなところだけでしたらあの説明できることになりますけども、まあ、ほぼあの、まあ、あのデフォルト通りに使うことであればあの特に設定は必要がないようなそんな感じになっていると思います。まあ、アクションこの辺りですね、アクションカメラとよく似たようなあの操作方法になりますので、アクションカメラをですねあのに詳しい方なんかはですね、あの説明とか特にいらないのかもしれないですね。こんなところでですね、あの開封動画とさせていただきます。